はい、日産クリッパーです。はい、NV100 リオ、クリッパーリオ10っていうのかな、 NV100 っていうのかな。まず片付けていきます。あら、こんなことになっちゃってる。ダメだこれ、これダメですよね。あ、こっちは大事、こっちは大事なんだけど、今日はねちょっと作業をします。まずこれを外すんですね。はい、まずやります。はい、これはクリッパーリオ NV100 です。でね、ここがいつも外れちゃうんですよね。これが大きな一つの課題目になっています。で、これね、これはポットで、これね、高さ調整しています。で、こっちも外れちゃうんですよね。だからまだまだ焼くことってたくさんありますよ。はい、こんな感じです。で、今日は、まずここから外していきますんだけど、あ、インシュロックが入ってんか。一回止めて、はい、ここでも、はい、こっちからインシュロックを外しますね。よし、はい、あっ、向こうもお湯を外さないで、はい、これね、インシュロックがあるんで、これは M氏と一緒にやったやつかな、ね、まず、よし、インシュロック外し、よし、あれ、おかしいな、よし、外れた。4箇所ね、インシュロックで動かないようにしてきました。で、動かしとこじゃなくて、これ一旦外さないと分解できないんで、これでゴムで一旦これ取って外すんですよね。ちょっとこれ自由になりますね。はい、こっちはちょっと外すね。あ、おはようございます。今日は5mm の六角レンチを使います。で、ね、まずもう一回合わせてみますね。ここで合うわけです。ちょっと緩みますね。あ、緩みね。どっちかな、こっちで、あ、反対だ。ちょっと左回しですね。緩めるときには左回し、よし、やります。はい、で、向こうも同じくやります。はい、ここにもね、六角レンチ、これを使って、これ5ミリですね。こっちだと左回し、ね、そうすると下から何でも左回しで回します。あれ、入らない、片手でやってるから。よし、はい、はい、回りましたね。こんな感じで緩めていきます。
流す、ちょっと流す、時間ちょっと少し流すか、23センチ、ありがとう、いいよ、ね、が73センチじゃないか、いい、この扇風機だけはねちょっと必要なんで、今一瞬的つけてます、はい、ね、まあ、見てるだけでね結構課題がいっぱいあるじゃないですか、ね、まだまだもうね課題がありながらやってます、78センチやのかな、はい、もう高さになっちゃってます、はい、割り箸が取れない、